Hey everyone, welcome back to our channel. I'm Shruti. And I'm Dre. And together we are Beauty and the Beard. So today we're jumping back into Attack on Titan. Today we're jumping back into Attack on Titan Season 2, Episode 9. Opening. Let's get it going. Oh man, the squad. The squad. The fucking squad. Erwin Smith. I wonder if Hanji's with them or she's still hurt. Yeah, she's still hurt. Wow! I was just saying that. Oh, she's going to Connie's village. Okay, so you ride and put me in a thing. She did just that. Oh boy. These douchebags. No arms, no bro. Fucking arms, that's fucked up. Bro. Oh my god. <laughs> ここはウォールマリア内にある巨大樹の森だ。つろいでいるように見えるが、目だけはしっかりこっちを見てるな。見てるだけで近づいてこない。繊細なんだろうな、きっと。The Peeping Tom Titan。そんで奴らだ。そうじゃなくても、周りは巨人だらけなんだ。この巨人の領域内を生き抜くのは、巨人の力を持っていても困難だ。彼がてめえの言葉なんか信用するか。まあ、巨人の力について私も詳しく知ってるわけじゃないからな。あんたたちはこれから私らをどうするつもりなんだ。俺たちの故郷に来てもらう。わ。おとなしくしろって言って従うわけがないことぐらいわかってる。だがユミルの言う通り、ここは巨人の巣窟だ。ここで今俺らが殺し合ったって弱ったところを他の巨人に食われるだけだ、うん、つまり巨人が動かなくなる夜まで俺たちはここにいるしかねえのさ、うん、お前らが俺らを出し抜くにしろ、俺らがお前らを連れ去るにしろ、夜まで待つしかない。リトリーところに立ち寄った理由は何だ。Was he winded? 疲れたから休憩してんのか。Let's find out. お前の想像に任せる。隙を見て巨人化したとして、ここから走り去るのはそんなに難しいことじゃないように思える。だが、そもそも俺はまともに巨人化できるのか。That is shit to contemplate. 単純に夜になるのを待ってるってことか。それもあるかもな。いや、そもそも夜にならなくたって、あの後みんなどうなった。調査兵団はまさかこっちに向かってねえよな。あの城の巨人は夜なのに平気で動いてたぞ。ここの巨人はどうだ。ここの巨人は夜には動けない。Because? そんなことお前なら分かってるんだ。決めたぞ。とにかくだ、情報を集める。 We all do. Jesus Christ. Oh my goodness, please.感情を噛み殺せ。体を I've never seen you do it yet. 三つの方向に巨人エンザワー右翼後方で深淵団確認。進路は返す。ミカーサ、少し力抜け。さっきから先行しがちだぞ。陣形が乱れるじゃねえか。気持ちはわかるがな。だが言ったろ、
エレンはおとなしく捕まってるようなやつじゃねえって。違うか。あいつは絶対諦めねえ。だから俺たちは焦らず、その代わり絶対に行くんだよ。Look at that stump. It seems like it's getting longer. Captain Hook over here. このまま干からびて死ぬぞ。まあ幸い。壁は壊されてなかったんだ。 Yeah, we gotta figure out why though. 人は休ませてもらいたいもんだ。昇格の話はその後でいい。 Getting promoted. Promoted. Oh my god. 兵士としてそれなりの評価と待遇があった。 Oh my god. どう思うんだかな。 Oh my gosh. ライナーさんよ。何を言ってんだ、あんた。お？なんだよ。ライナー、君は兵士じゃないだろう。僕らは戦士なんだから。That's what he said. He was more of a warrior before. And Reiner's like, "What do you mean? Did Reiner forget too?" Dre, he's about to flip. Reiner, 何を？ マルコが食われてる。そうだったな。を破壊したやつが命がけでコニーを助けたりなんてな。死を演じて生活するうちにどちらが本来の自分か分からなくなった。わあ。The schizophrenic titan。罪の結果、心が分裂し、記憶の改ざん。わあ。話が分からなくなることが多々あったって様子だな。ベルトルさんの呆れ顔を見るに、お前の実直すぎる性格じゃそうなってる。黙れ。口を閉じろ。Back into warrior mode. Oh yes. なんで被害者面してんだお前は。どういうつもりだ。あの日どういうつもりで俺たちの話を聞いてたんだ。お前だよ腰巾着野郎。俺は話したよな。お前らの目の前で俺の母さんが食われた時の話を。お前が蹴り破った扉の破片が俺の家に直撃したから母さんは逃げらんなかったんだって。 Oh my god, bro. 知ってんだろ、話したもんな。 This guy paralyzed your mother, dad. I'm getting chills. あの時は気の毒だと思ったよ。 Man.This guy paralyzed your makes.兵士でも戦士でもねえ。ただの人殺した。何の罪もない人たちを大勢殺した大量殺人鬼だ。んなことは分かってんだよ。分かってんのか人殺しが。その人殺しに何を求めてんだよお前は。反省してほしいのか、謝ってほしいのか。それでお前は満足かよ。もうお前が知る俺らはいねえんだ。 What's your end game now, though? Bertal and Reiner. 頑張って。お前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するよ。 Oh my god. This guy's indifferent. そうじゃねえだろ。頼むぜエレン、そんなガキみてえなこと言ってるようじゃ期待できねえよ。ああなあライナ。 I can't read her. あの猿はなんだ。 Seriously. その割にはあの時のお前ら二人してガキみてえに目を輝かせて見てたよな。 Yeah, exactly. あの猿はなんだ。猿って壁の中に巨人を発生させたんだ。目的は威力偵察ってところかな。こいつらが目指してんのもそいつのところさ。お前知ってんのかよ。何を知ってる。知ってること全部話せ。待てよ、私にもいろいろ都合があるんだから。なんだよ都合って。敵はなんだ。敵、
それは言っちまえばユミル、お前はこの世界に先があると思うのか。信用しろって無理だな。そっちは私を信用できない。いいや、信用できる。お前の目的はクリスタを守ることだろう。クリスタだけは何とかしたいという思いを俺たちが受け入れられないと思うか。それとも俺たちよりもエレンの力の方が頼りになるのか。は？俺らについてもお前の身の安全は保証されない。だがクリスタ一人くらいなら俺たちで何とかできるかもしれない。選ぶのはお前だ。この世界に先がないってなんだ。猿ってなんだ。どういうことだ。さあな。決まりだ。残念だったなエレン。おお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 This bitch. These guys are mind fucked. Reiner's mind fucked. Oh my god, this guy is schizophrenic. This guy literally created two different personalities and doesn't know which is which. That is insane. Crazy. He really fooled himself into thinking that. Because that's when he said the promoted thing, I'm like, oh my god, he's going to be promoted within the ranks of the Titans. He's going to become a whatever type of Titan. Yeah.And they're like, promoted? What are you talking about, bro? What and then he's like, hey, you forgot that you're not a thing, you're a warrior? Because I remember when he was, when Reiner was flashing back to Lady Ymir eating his friend, somebody asked, was Reiner always like this? And then he's like, no, he used to be more of a warrior before. And then Reiner looked at Bertholdt and he's like, warrior? What do you mean, you know? And he really didn't remember. He really didn't remember in that moment. And now we see why this guy was completely...Torn. Like literally, it's two people. Like that, him and the Titan are almost like two different people. Like almost kind of like Eren at the beginning. You know what I'm saying? Like, exactly. He remembers what his goal was. He didn't know how to control it. He didn't. Wow, this guy's and this guy's at a different level than Eren. You know what I'm saying? He's able to control it. He's able to conceal it. He knows like he needs rest and you know how to avoid these Titans. And even he couldn't fucking handle it.So who the fuck is the, like, literally, like, who the fuck is the enemy? And that's the thing, like, so the monkey, like, they have to get back to the Beast Titan to do what? To get approval, to, like, I mean, and who gave them their, like, maybe he gave them their mission, you know what I'm saying? Because exactly. They said that he caused the fiasco because he made the Beast rise, the Beast made the Titans rise up from within the walls. Yeah. The already existing the, ones. The castle that they were...Oh, that is insane. But that's the thing, like you have an episode like a few episodes ago where the Colossal, the Armored are fighting against Eren and it's super intense. And then you have an episode like this where they're just literally traveling and talking and deciphering information and it's just as intense because of the level of story writing that this show contains. Wow. But we ain't gonna do much more talking. We gotta get on to the next one. So, thank y'all for joining us today for this episode of Attack.Be sure to hit that subscribe button and don't forget to like the video. Let us know what you thought of the episode down in the comments and be sure to go over to our Patreon to check out our full length reaction or just to support our channel. Absolutely. And I'm Drake from Beauty and the Beard. We're signing off until the next one. Peace.